H92、フィルターナウンを作った時のエラーの、まあ、対処方法であります。まあ、ここでちょっと示したように、前回示したように、二つの関数の交点がどこにあるかというのを、この緑の点を求めるときに、ルート関数を使って、二つの関数の引き算の答えが0になったときには等しい組なんで、それを初期値から最終値までの、適当な範囲で見つけようというんで、線等分して順番に見つけていくと。そのときにトライオンエラーを使って、ルートがあればその答え、ルートがなければ何とかこうと。で、最後にフィルターなんで、なおなくせば、綺麗な答えが求まるよ、ということでした。で、これ今10から10ですけども、この範囲のところを適当に書いてやると、自動的に、その変わった範囲での線等分した答えが求まると。ということで、非常にフィルターナウンは役に立ったんですが、その3次元版をやったときに、まあ、こんな風になったとして、答えを見つけてやると。そうすると、ここにちょっと M という答えがあるんですが、1、2、3、4、5、7つの答えがあって、特に、フィルターナウンでやるナウンはなかったときに、フィルターナウンを使うと、一致する値につけられませんというエラーになってしまいます。で、プログラムの中でフィルターナウンを使っておるとエラーになってしまうと。困ったなということなんですが、その解決策です。超簡単です。あってもなくても、そのマトリックスに、ナウンがある行を追加しておくと。そしてから、フィルターナウンをすると、当然、なくなったこの状態のやつが返ってくるということで、あるかないかわからんときには、エラーを避けるために、あえて絶対あるようにして、プログラムを処理すればいいということになります。そうすると、うまくできるということです。ちなみに、ここでは、3次元にテキストを書くプログラムを作っていって、今の答えから、これあるように、各局所的3次元プロットの最大値と、その中で一番大きいやつを見つけ出して、色を変えて書くということをやっています。これなかなか3次元プロットとしては、X 座標が 1.39、Y 座標が 2.30 の時に、高さは2.13ですよっていうふうにして、答えを書いてくれるということであります。はい、以上です。